市域多つは、日本の政治家。日本維新の会所属の元衆議院議員。東京都江戸川区に生まれる。茨城県立鹿島灘高等学校卒業。東海大学教養学部卒業後、山市証券入社。その後退職し、茨城県公立小中学校及び高等学校、私立高等学校の教員となる。私立鹿島学園高等学校。 茨城県立鹿島灘高等学校では自身の野球経験を活かし公式野球部の監督、コーチとして生徒の指導にあたる。1994年より鹿島市教育委員会鹿島市役所に勤務。2012年11月、日本維新の会の衆議院選挙公認候補予定者に決定。同年12月の 第46回衆議院議員総選挙で、千葉13区から立候補。小選挙区では敗れたが、比例南関東ブロックで復活し初当選。その後日本維新の会は分裂し、橋本徹大阪市長と祝いの党の枝健治、率いる維新の党に参加した。第47回衆議院議員総選挙で、大阪2区への国替えを命じられた。開票の結果、 自由民主党の佐藤明に敗れ、比例復活もならず落選。2015年10月9日、吉村博文が大阪市長選立候補のため衆議院議員を辞職したことにより繰り上げ当選。しかしこの当時維新の党は再び分裂騒動の最中にあったため、橋本が新たに結成予定の大阪維新の会に参加しない旨の制約書を党執行部に提出した。 しかし、同年10月31日に開催された大阪維新の会の決闘大会に参加、誓約書を保護にして同等に交流することを発表した。市域は維新の党に離党届を提出したが、維新の党執行部は離党届を受理せず除籍処分とするとともに国会議員辞職を勧告した。2017年、 第48回衆議院議員総選挙で日本維新の会放人で大阪2区から立候補。開票の結果、再び自由民主党の佐藤明に敗れ、比例復活もならず落選。2019年2月の党大会において千葉国支部長に就任したことが発表され、再度活動の拠点を千葉県に戻した。ありがとうございます。